けましておめでとうございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。上井の日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために配信している番組でございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、あ、息、あうまい。あ、いや、お正月や、お正月じゃないけどお正月やったしお正月気分です。はい、まあ、まあもうね、言うてもね、あの最近ほら年明けてからがね、なんか正月気分が消えるのが早かったりとかするんで。そうですよね。昔結構でも10日ぐらいまでなんだかんだって言ってお正月な感じでしたよね。ね、でやったんですけど、もう7日ですから、まあといっても土曜日ですからね、はい、まあ、多分明日明後日ぐらいまではなんとなく、そうですね、あの明後日からこうなんかちょっとしんどいなみたいな感じになってくるのかなと思うんですが、はい、1月の7日、令和5年の1月7日でございます。いや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 、来ましたね。はい、令和5年ですよ。令和5年、5年ですよ。はい、もうだから本当にあのこの番組もなんだかんだ言いながらこれ、133回かなですよ、うん、はいはい、すごいね、すごいよ、すごいね、すごいよ、だって、ね、あの1週間に1回でしょ、うん、で1年52週しかないわけで、うん、だから、104で2年でもうすぐ3年ですよ。すごいね、すごいね、頑張ってきましたね、本当に。はい、という感じなんですが、はい、じゃあその1月7日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです。本日は七草の日です。はい、はい、この日、前日の節句の朝に七草がゆを食べて祝う日となっております。はい、七草がゆとも書き、七種も七草と読む、はい、ね、七草がゆ、わかりますか。全部言えますか。セリ、ナズナ、五行、運べら、仏の座、鈴な、鈴代が七草、はいはい、で他にも株とか大根とか入れる地域もあるそうなんですが、七草を食べて、はい、お正月にね、食べてお酒とかいっぱい、ね、うん、はい、飲んでしまったりとかすると、飲みましたね今ね、はい、ね、胃を休めるためにも目的もあるそうで、胃に優しいお菓子を食べて、ね、はい、またね、一年頑張っていきましょうということで、はい、食べる日となっております。はい、はい、まあ、あのこのね、人日の日、人の日とも言うんですけど、あのね、昭和天皇がね、亡くなられたのが7日、1月7日だったんですよね、うん、昭和64年の1月7日に亡くなられて、うん、だから、元々は荒人神って言われた、人だったんですけれども、神様から、いや、人になって亡くなられたんだなという、うん、まあ実は先に亡くなられてたんやけど7日にしようということで、7日にしたという話もあるんですけど、うん、はい、そういう感じですよね。その日ですよね、うん、はい、でこの日から境にあの平成になる、はい、あ、そうなんです。平成は1月8日からですから、ちょっとしかない、いや本当にそうなんです。64年7日間しかないから、はい、平成で出し上げました、ね、そう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 、あの小渕さんがね、はい、はい、そういう人の日です。はい、はいはい、そして、はい、千円札発行の日です。お、はい、1950年昭和25年に、うん、新円切り替え後、はい、初の千円札が発行された日となります。はいはい、千円札の発行された千円札の絵柄は表が聖徳太子、裏が法隆寺の夢殿の絵柄となっております。はい、日本の千円札は1945年8月17日に発行されたもので、絵柄は表が大和たけるですね、と立部神社、うん、で裏が西門でありました。はい、はい、100円札がインフレであった時代、凄まじいインフレに対応するために千円札が発行されました。そうなんですよね。はい、あ、100円札がメインであった時代ね。はい、インフレに対応するために千円札が発行されました。感覚で言ったら今の1万円札ってことなんですか。
ですかね。ができたってことですよね。ね、だからそれがだんだんそのね、あの物価が上がっていって、はい、あのね、あの1000円じゃないやんみたいな感じになってきて、1万円札が、5000円札ができ、1万円札ができ。100円札をめっちゃ出さなかったんだからですね。そう、うん、そういうことなんですよね。まあ日本もね、だから戦争でね、あの負けて終戦を迎えてから、あのやっぱり経済的な混乱がすごい続きましたからね、はい、まあ、それがこの千円札の発行にちょっと収まったという感じなのかなという感じですけどね、はい、僕らで千円札言ったらもう、ね、あの、伊藤博文ですよね、はい、そう、そちら色っぽいですね。そう緑茶色みたいな、なんかそんな、そうですよ、はい、まあそんなお札も時代とともにどんどん変わってるという、また新しい、新しいのまたもうすぐ出ますから、はい、はい、またそれもね、流通してみんなの記憶に残っていくんでしょうね。慣れるまでが大変ですよね。大変やんね、なんか多分ね、2000冊できた時に、うん、使う時になんか外国のお金みたいな感じがして、ああ、はい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 、確かに、今だから2000冊なんか知ってる子がおらんもんですね。俺何回か使ったことあるけどね。なんか嬉しくなりますね、見たらレアやみたいな。いやでもなんかあのほら今あのたまにさ TikTok とかさ、うん、こんなんでさ、あの世代間ギャップみたいなんで、うん、あの要はもう何、平成生まれの子とかが知らないんで、うん、で、あの、あ、偽札が出ましたって思ってみたいな。こんなお札見たことないです。あ、いや、それは2000円札やねみたいな。2000円って書いてる。そういうネタもあるみたいですけどね。はい、ということで、はい、そんな日だったということですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、今年新年一発目の、はい、コモプレゼンありかなしかなんですけど、はい、はい、またしても、映画監督にインタビューをさせていただきました。はい。今日はですね、あの週末の探偵という、探偵ものですね、うん、探偵ものなんですけど、これがね、僕はあの懐かしいと思いましたね。あのもちろんあの最新作なんですよ、うん、で、年齢、あの監督の年齢も46、7歳ぐらいかな、うん、なんで、まあ、そんな おちゃんとか、まあ、おちゃんなんですけど、あのめちゃめちゃ年上とかそんなんじゃなく、あの今頑張ってはる監督さんなんですけど、うん、はい、井川幸太郎監督っておっしゃるんですけども、うん、で、主演がですね、なんと、北村幸也さん、はい、ね、まああのいろんなね、あの脇役でいろいろと出てはって、うん、でも最近あのほら、無所ボケとか知ってます？あ、はいはい、ドラマね、うんうんうん、あれで主演されて、はい、全編大阪弁から関西弁でね、はい、頑張ってありましたけどね、はい、まあ、いろんなあの作品に出てらっしゃる、はい、あのもうあの名バイプレイヤーと言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、でこの方が主演でですね、うん、すごい色気を出すんですよ、あのまあ、僕前からその北村幸也さんすごい好きな俳優さんなんですけど、うん、あのスクリーンで見たいなっていう作品なんですが、どんなインタビューになったか、はい、まずご覧いただきたいと思います。はい、では今年一発目のこのプレゼンありかなしかスタート。お邪魔します。変わったんだよ、中華系がどっと流れてきてな。ヤクザも大変だね。お客さん人探しということですけども。親友なんです。万が一強制送還させられたら。お金持ってんの？あんたのこと思い出したよ。いろいろ大変だったな。私も散々言われたけどね、フィリピンに帰れって。やるときはやる。今や日本人は少数派だ。要件はバレないように働いてる。違法だけど生きてくため。おじさん何してる人なんですか？探偵、世の中のドブさらいみたいなもんだな。
はい、それでは今日はですね、映画週末の探偵の井川幸太郎監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、監督からこの週末の探偵という作品が、まあ、どういう作品なのかちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、北村幸也さん演じる連城慎二郎という探偵の物語です。で、彼はお酒大好き、タバコ大好き、ギャンブル大好きのどうしようもない男なんですけど、こう困ってるものは見捨てられないっていう男気がある探偵ですね。その彼が活躍するハードボイルドアクション映画です。はい、最初はね、金ないんだったら金持ってこいみたいなことを言いながら追い返すのにやっぱりこう黙ってられないというか、そうですね、結局助けてしまうみたいな、なんかね、流れになっちゃうという感じなんですよね。はい、まあ、昔的なそのもう困ってる人がいたらすぐに助けるみたいなキャラクターではないんですけれども、うん、そこもなんか彼独特のパーソナリティがあって、うん、こう冷たい態度でも接するけれども、はい、やっぱりなんか引っかかるところがあって、最終的にはまあ動いてしまう、見返りを求めず動いてしまうっていうところが彼らしさなのかなというふうに思います。はい、そうなんだろうなと思うんですけど、というより、つまりそのこの作品ってすごいこうストーリーっていうよりは、まあ、世界観というか人物をすごい追っかけてるっていう作りになってるなっていうふうには思って僕も見させていただいたんですけど、これまあまあぶっちゃけで言うと、まあ、僕も年齢的に言うとですね、東映セントラルとかセントラルアーツとかの作品を見て育った人間なので、はい、なんかすごい懐かしいその探偵物語とか、なんかああいうその懐かしい空気があるなっていうふうに思っては見てたんですけど、はい、その辺監督はどうなんでしょう。はい、多分お年かなり近いと思うんで、はい、その辺共感できる部分があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その実際私が子どもの頃って、はい、その映画でもこうテレビでもものすごいこう個性的なキャラクターがいたんですね。はい、それは例えば探偵物語の松田優作さんであったりとか、はい、キャラクターの天使の翔平さんであったりとか、はい、そういう人たちなんですけど、はい、最初にこの映画の企画を考えた時に、そういうこうかっこいいおじさんを作りたいな、かっこいいおじさんのヒーローを生み出したいっていうのが最初だったんですね。なるほどなるほど。で、それはやっぱり自分たちがこう憧れの存在があってこう、うん、自分がこう人格形成されてきたっていう気がして、で、今のおじさんっていうのがたくさん活躍してるけど、なんか物分かりのいい人が多いな。いや、俺たちが憧れてたのそういう感じじゃなかったよなと思って、もっとこう、はいはい、わがままだったし、うん、こう自分を貫いたし、その分やっぱり怪我もするし、寂しさも感じるし、傷つくし、で、その分やっぱり優しさもあるし、で、そういうこうキャラクターが強くて、要するになんか物語に負けない強さっていうのを感じたんですね。なるほど。で、例えば自分が子どもの頃のこう好きだったものを思い返したりすると、ストーリーとかそんなに思い出せなくても、いやーかっこよかったな、あの人かっこよかったなみたいな感じがあって、はいはいはい、で、我々はこう、まあ、見てるだけなんで、その人がこう俳優なのかキャラクターなのかっていうのも結構曖昧で、うん、あの人かっこいい、うん、っていうのがあって、それが自分たちにものすごいこう自分たちにとって憧れの存在であって、で、今回の企画、この週末の探偵では、そういうキャラクターを自分の形で生み出したいなっていうのが一番最初にあって、それがこういう、自分の言葉で言うとかっこいいおじさん、うんうんうん、これだから、まあ、脚本は最初に企画を監督が立てられて脚本家に発注したみたいな感じになってるんですか。そうですね、うんうんうん、この企画自体は、8年ぐらい前に自分がそのかっこいいおじさんの探偵物を作りたいってところからスタートしたんですけど、はいはいはい、で、企画がこう成立するまで紆余曲折あって、うん、で、最終的に今回の形でそのお二人の脚本家に中野太さんと北野龍さんにお願いしたっていう形ですね。で、なるほど、その時お伝えしたのはまさに今みたいな話でした、うん、なるほど。特にそのなんていうんですかね、監督がこだわられた部分っていうかはどういうところをこだわられたんですかね。自分がその中野さん木田さんにお願いするときに、うん、自分の中でこの企画何なんだろう、自分の中でも考え直して、はい、いうのがあったんで、その時たどり着いた言葉は男気でした。困ってる人を見過ごせないっていう部分で、うん、で、それからその先ほど申し上げたようなその人間臭さ、うん、
人間味が溢れるそのキャラクターなんだかスターなんだか分かんなくなるようなヒーロー像っていうのを作りたい、でそれをハードボイルドの世界観で描きたいっていうところが一番のこだわりでした。大根茶はそうだったんですけど、うん、それ以上にやっぱり北村さん、北村幸也さんがその本当に細かいところでニュアンスを作って、その役作りしてくださって、演技してくださって、深みっていうんですかね、うん、その人間性、彼なりのその感じ方とか、まあうっていう瞬間にちょっと間があったりとか、例えばですけど、そのスッていかないでうろうろしながら行くとか、そういう細かいところの積み重ねでやっぱり彼の人間性っていうのがあって、それはやっぱりこう絵に描いたような男気っていうような単純なものではなくて、すごく彼の中でいろんな心の葛藤があるんだっていうのを演技してくださって、それはもう本当に、うん、北村さんでよかったとしか言いようがないです。なるほどなるほどなるほど、そうですよね。だからあの、まあ、もちろんその演出っていう部分もあるんだけれども、その演出の意図をどう汲み取って肉体で表現してもらうっていうのはやっぱり俳優さんにしかできないことなんで、まあ、その辺で言うとやっぱり北村さんは最近いろんな、ね、作品にもかなり登場されてて、非常にあの俳優のポジションとしても重要なポジションに担われてる方だなと思うんですけど、あのやっぱ今回の作品の中では、まあ、ものすごいそれが如実に出てたというか、はい、自分はもともと北村さん、北村幸也さんはすごい好きで、北村さんにやってもらえるって聞いた時本当に飛び上がるように嬉しかったんですけど、で実際に現場やってみて、あ、こういうことだったのかっていう驚きはすごくあって、それは今お話したような作品としてのアプローチだけではなくて、その役からのアプローチ、その人物としての人物造形っていうのをものすごくしてくださる方なんで、で我々は逆にもうそこで気づかされることの方が多かったぐらいで、あ、なるほど、このキャラクターはこういう人だったんだっていう発見が毎日あるような感じで、おお、なるほど、現場は本当に楽しかったですね。はい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 、いや楽しそうな現場ですねそれはね。いや楽しいで今回その出演されてる役者さん、皆さんすごくいい役者さんが多くて、はい、松門さんですね。あ、松門さん、あの役座役です。役座役ですよね、はい、まあ、彼もまたすごいこう、はい、あの北村さん演じる連城慎二郎っていうのは先ほども言ったように、まあ、ヒーローなんで、うん、やっぱりちょっとこう人とは違う、他の人にはできないようなところがたくさんあるんですけど、うん、その松門さんに演じてもらった京一っていうヤクザ役は、はい、その、まあ、ヤクザの幹部なんですね。そうですよね、はい、なんで親分がいて子分がいて、うん、その真ん中にいる、うん、で子分たちの気持ちも分かるし親分の気持ちも分かる、そこで迷えるこう中間管理職な立場なんですよね。はい、例えば今ヤクザの状況、置かれてる状況っていろいろ変わっていく中で、うん、その中間管理職として、うん、俺どうすればいいんだっていうモヤモヤを抱えて、はい、いや俺こんなことするためにヤクザになったんじゃないんだけど、でもいろいろこういう政治的なこともあるしみたいな悩みがあって、うん、そういう意味ではもなんか最も見るもの、我々に近い存在として、うん、こう感情移入できる存在として京一って役を作っていったし、それはやっぱ松門さんにやってもらってむちゃくちゃかっこいいんで、かっこよかったですね、ラストとかも特にね。そうですよね、もうラストのバトルのところがもういわゆるサラリーマン、まあ、ビジネスされてる方で中間管理職に置かれてるようなおじさんたちが頑張れって思わず手に汗握るとシーンになるんだろうなって僕も見ながら思ってはいたんです。いや本当嬉しいです、そういうシーンにしたかったんです。あの子、はいはい、現実の世界だったらやっぱ中間管理職でもやもや抱えてるような、だけどこれアクション映画だから、うん、最後にやっちまうぜみたいなのがあってそれはやっぱ自分たちこうおじさんたちにとって元気を与えてくれるような作品になるし、うん、シーンにしたいなと思って撮ってました。我々好きだったじゃないですか、人間臭いハードボイルドを、はい、で映画でもテレビでももうずっと見てて、なんでそれがないんだろうっていうのが、まあ最初のスタート地点ですかね、うん、いやもうそれはもう本当に僕もずっと思い続けてる部分なので、ある意味その一つの形を作ってくれたっていうのは僕はすごく嬉しいなと思ってさせていただきました。ということでですね、そろそろですね、時間がですね、時間になってきましたので、はい、最後にですね、監督から、ご覧になってらっしゃる皆さんに、一言、おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。お願いします。まあ、先ほども言ったようにやっぱ自分自身がその人間味があるヒーロー、ハードボイルドアクション映画っていうのを見たくてこの映画を作りました。でそういうある意味懐かしさを感じるような作品っていうのを見たい人ってきっと自分だけじゃなくて同世代の人でもたくさんいると思うんで、ぜひ見ていただきたいですし、
あるいはそういう人、そういう作品を知らないっていう人にとっては、この作品がきっかけで、あ、こういう作品も映画もあるんだ、こういう世界観もあるんだっていうのを楽しんでもらえればいいなと思っております。ので、よければぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、映画週末の探偵の監督でいらっしゃいます井川浩太郎、監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや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 、という感じでございました。あの、なかなか熱いインタビューだったと思うんですけど、ね、うん、っていうかね、やっぱね、なんか監督がすごいね、熱量を持って作ったはるっていうのがすごい伝わってきて、ですね、なんかね、ポンって投げるでしょ、ものすごい返ってくる、はい、すごいやっぱりやりたくてしょうがない映画を撮らはったんやなというのがすごく伝わりましたね。だから北村幸也さんがまたね、すごいいいんですよ、はい、ものすごいいいんですよ。俳優なのか、その人がそういう人なのかみたいな風に見えるぐらい、そこに存在させてるという、やっぱ北村さんすごいな、すごいすごかったです、はい、面白かったです、はい、ということなんですが、これ一応ね、丸バツをせなあかんので、丸バツということなんですけども、はい、今日はどっち、新年一発目どっち、一発目どっちですか。じゃあ行きましょうか。はいはい、はい、では、令和5年一発目の、丸バツですね、はい、はい、このプレゼン、ありかなしか判定。フェイントが多かった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 、ちょっとヒヤッとした、罰出るんかなっていうか、っていうか、なんかあの、これ回すの馬なってない、プロめっちゃ馬なってるような気がする、判定のプロ正月休みないのにね、さすが、はい、ありがとうございます、はいはい、いや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 、いやでも面白そうでしょ、うん、うん、あのだから、あのね、ついついね、あの実際にはそうじゃないのよ、ついついでも僕はあの探偵物語大好き、松田優作の探偵物語大好きな、あの人なんで、ついつい見てて、あ、ここでこの SE なんでないねんとかって思ってもらおうスタンとかなんかペレレレとかなんかここ入ってくれたらええのにとか思いながら見てしまうぐらい、あのなんか空気はね、そういう空気の作品なんですよ。うん、でその監督が言ってたのは、その松田優作がね、あの探偵物語をやるときに、あの最初はハードボイルド、バリバリのハードボイルドで作ろうとしたらしいんですよ。ところがあのハードボイルドっていうのは、やっぱりアメリカのちょっと乾いた感じの社会だからできるんだと。で日本はちょっとね、ああいう乾いた感じじゃなくて、ちょっとウェットやからできないっていうので、探偵物語をああいう風に、ちょっとコミカルな感じの作品にしたんだっていう風にインタビューで答えてるらしいんですよね。で井川監督は、今の時代って結構ドライじゃん、ウェットじゃなくなってきてるよね、だったら今の世の中だったらハードボイルドできるんじゃないか、ということでハードボイルドにしてみたということなんですよね、はい、だから、まあ、井川監督が思ったそのこの現代のハードボイルドってどういうものなのかっていうのがギュッと詰まってる作品になりますんで、ぜひですね、もう1月6日からここに出てます各所で、上映しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います、はい、はい、ということで、今日は、週末の探偵の井川浩太郎監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、はい、はい、ということで、あゆみはー2つ目のお店の情報です、はいはい、9日ですね、9日、うん、まあ、カバの日、はい、カバの日、成人の日ということで、うん、祝日ということで2回上映させていただきます、はい、15時と19時の2回となっておりますので、うん、ぜひお越しください。ぜひあれやね、成人した人に見てほしいな、あーで成人した人にこそ見てほしいよね、うん、うんうんうん、はい、はい、ね、はい、はい、料金が1500円となっておりますので、はい、皆さんお越しくださいませ、カバンの日で、はい、はい、そして、13日、1月13日から20日ですね、はい、までの期間で大橋貴之監督の桜になる、はい、はい、そして短編の、はい、押入れ女の幸福と幸せの形、こちらがね、出
それぞれセット、はい、ミナルとセットになります。はい、はい、それが1500円。 でも3本とも見たいぜっていう方はプラス500円で2000円で見られますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、この桜になるも、はい、いくつかなんか映画祭入ってますよね。なんか賞ちょっともらったりとかね、制作品ですよね。はい、鹿児島の審査の時もありました。はい、はい、ですよね。はい、はい、1日ね、これ4回桜になる上映します。マジか。はい、めちゃめちゃかけますので、はいはいはい、めちゃめちゃ来てください。はい、いや、はい、うん、今年から上映回数を増やしていってみようかな。なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、はい、あの手から、はい、はい、あの手とこの手です。はい、はい、そして23日のカバの日ですね。はい、はい、第4月曜日、はい、カバの日19時からとなっております。はい、ザモ1100円ですね。はい、ぜひお貸しくださいませ。はい、パンフレットも売っております。はい、はい、はい、そして27日は音楽ライブ、ラクゼさんの音楽ライブです。はい、はい、24日の日にね、はい、ライブがそうそう、クリスマスイブのね、配信の回でね、はい、僕あれ終わってからね、ともちゃんにお話がありますって言って前に来られて、ね、めっちゃ怒るのかなと思ってて、実はって言いながらライブに来てくださいって言われてあーみたいな、めちゃくちゃ面白い人です、ね、はい、ぜひぜひトークも歌も素晴らしいので、はい、ぜひぜひ見てください。はい、来てください。よろしくお願いします。はい、こちら2500円となっておりまして、はい、ドリンク付きとなっております。はい、食べ物の方とかは持ち込んでもらって構いませんので、はい、飲んで笑って楽しんでください。ちなみにこれ結構人気があるので、はい、もうね結構ね席ないかもしれないんで、はい、早めに連絡した方がいいです。はい、連絡をください。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、てなところですかね。そしてまあ2月もね、はい、たくさんの、はい、作品が決まっております。はい、ざっといきますね。はい、はい、長浜由依監督の酔いどれ東京ダンスミュージック、うん、こちら2月1日から3日の日で、はい、上映いたします。そして2月4日から12日が、はい、矢野明彦監督の特集でピンとイエスイエスイエス、にぎわい、こちらの方をね、はいはいはい、上映させていただきます。はい、はい、そして2月22日から26日がうつせみの森、はい、亀井徹監督ですね。はい、亀井徹監督のうつせみの森、はい、こちらの方を上映します。そして3月1日から5日が高監督の愛たちの学校、あ、はいはいはい、はい、続々と決まっておりますので、はいはいはい、ぜひぜひね、はい、お越しいただきたいので、はい、はい、上映回数もたくさんやっております。お時間合うときに来てください。お願いいたします。はい、マイクロシアターの方はそれぞれ1500円となっておりますので、またねホームページに載っております。ご確認ください。はい、以上です。はい、はい、はい、生きたね。はい、生きた。はい、じゃあいきますよ。はい、今日のゲッター。回しますね。なんか今年から回すんかなっていう感じ。2023年は回します。はいはいはい、店も回していかなきゃね。はい、回しますよ。はい、はい、じゃあ今日の作品はじゃじゃん、はい、マイフェアレディ。もうね、オードリー・ヘップバーン。オードリー・ヘップバーン素晴らしいですよね。本当ね、世界中が彼女に恋をしたっていうね、はい、はい、お話なんですけれども、はい、でこのマイフェアレディがですね、1964年ですよね。はい、アカデミー賞、はい、アカデミー賞、8部門、はい、8部門で8部門ですよ。はい、で、なんて言ったらいいですか、いろんな作品の元ネタになってるんだよね。あ、これをね、そうそうそう、撮って、そうそうそう、作品をね、だからそれこそプリティーウーマンとかもそうだし、日本のやつで言ってものすごい分かりやすい、マイコアレディとかね。めっちゃ文字ってる。そう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 、クドカンが書いたやつですけどもね、はい、はい、まあそういう作品の元ネタになってるやつなんですけども、うん、これがですね、どんな作品かと言いますと、はい、はい、ちょっとご紹介させていただきます。はい、ロンドンの花売り娘が一流の淑女に変貌していく姿をオードリー・ヘップバーン主演で描き、1964年のアカデミー賞主要8部門を独占した名作ミュージカル、アイルランドの劇作家ジョージ・バーナード・ショーの戯曲、ピグマリオンを元にした同名ブロードウェイミュージカルを、フィラデルフィア物語のジョージ・キューカー監督が映画化した。ロンドンで花を売り歩いていた女性イライザは、言語学の
教授ヒギンから、下品な言葉遣いを直せば一流のレディになれると言われ、教授から言葉や礼儀作法のレッスンを受けること、猛勉強の末に、美しいレディへと成長したイライザは華々しい社交界デビューを、飾るが、実は、教授が彼女をめぐって友人の、ピカリング大佐と賭けをしていたことを知り、ショックのあまり教授の元を飛び出してしまう。さあそこからどうなるかという話なんだね、はい。まあ、要はその女性を傷つけるようなことをしちゃった分、その教えてね、淑女に育てた、今度は育てた側が今度は学ばなければいけないというね、そういう話になっているということですね、はい。ミュージカルなんですか。ミュージカル、ミュージカルなんですよ。173分、長いな。まあだから昔のやつ長いからね。そうですよね、すごいな。だって昔って3時間ぐらいある映画とかザラにあったよね。休憩挟む感じ。いや休憩挟まないで、そのまんま3時間とか。繰り返しないから。そうなのよ、そうなのよ。だから自分で立ってトイレ行って帰ってくるみたいな。でもトイレ行って帰ってきたら席ないやんみたいな。俺カバン置いてたんやんとか。って横よくやられてる。そんなのよかったんですけどね、はい。気になる方はぜひご覧ください。はい、はいはい、ということで、令和5年新年一発目はマイフェアレディでした。はい、ということで今日のグッチャー、回す回すでした。はい、はい、ということで、エンディングなんです。はい、まあね、去年は本当に何やかやと、まあ、映画も撮ったりとかあったりで、いろんなアクションが、まあ、動き出したぐらいですよね。まだね、まだまだこれからですよ、はい。去年は全然フルスロットルでも何でもなく、ちょっと安全運転してるぐらいの感じだったと思うんですけどね、今年からはもうガンガン、マテリアルもガンガン攻めていくという、はいはい、感じになっておりますので、はい、またこの番組とか、あるいは週刊マテリア通信、はい、木曜日の夜ですよね、はい、21時です、はい、生配信してますんで、はいはい、そちらの方も合わせてご覧になっていただくと、どんな風に動いていってるのかがね、はい、リアルタイムで分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、そうなんですよね。この番組だから収録やからさ、はい、言うても、うん、だからまあ、ぶっちゃけで言えばこれまだ令和4年ですから、はい、でも週刊マテリアル通信は本当に生でライブ配信してますからね、はいはい、生情報は本当に週刊マテリアル通信の方が確実にキャッチアップする感じになると思いますので、まあ、そちらも合わせてね、はい、ご覧になっていただきたいと思います。お願いします。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。また来週。